富士の大団地団地一応通り富士の大団地は東京都町田市富士の台にある住宅団地。日本住宅公団により公団住宅の大量供給機に建設された一般賃貸、普通分譲型の団地である。首都圏の人口が爆発的に広がる中、すぐ近隣の町田山崎団地と共に日本住宅公団により建設され、1970年に入居を開始した。 町田駅からの交通の便も良いことや、新宿まで1時間以内で行けることなどから、すぐに全室が埋まり、約1万6千人が入居した。町田市に多くある宿と台地が繰り返される土地に作られたため、団地内は急な坂や階段が非常に多くなっている。高段住宅の建物の試案を兼ねて建設されたのか、山崎団地と同様に、 他の団地では見られないデザインや間取りの胸が複数存在する。ほぼ平地である山崎団地よりも整列していない胸が多く変化に富んだ配置になっており、建物の間が個性的な庭のようになっている箇所も多い。複数のマイクを道路で囲む近隣住クロンに基づく設計思想が見られ、居住者以外の無用な通り抜け交通を防ぐ外周路の配置や、 都保県内で生活をまかなう意図によって構造的に周辺地域と分離されている。その上、起伏が激しい富士の大団地では外周路に多くの乗り面が設けられ、また一部が都市計画道路の予定地に接するなど外周路を生活道路として共有する住宅開発が他の団地に比べてなされがたい状況が続いており、これが建設当初からの景色を 比較的に保ち、富士の大団地にコミュニティとしての一体感を醸成する一因となっている。春休み期間中の桜祭り、夏休み期間中の盆踊り夏祭りは、近隣の他地区からも人手がありにぎわう。ただ、近隣の町田山崎団地や町田基礎住宅での夏祭りがあると、そちらに人が取られる傾向がある。分譲住宅である二外区は、 富士の大団地に外区住宅管理組合による自主管理となっている。築年数が50年以上経過しているが、UR 管理の1.3外区に比べ、外壁の塗装更新や清掃、補修、その他整備が頻繁に行われているため、築年数に対して高い強度など綺麗で良好な状態を保っている。また、転居等により、 物件が不動産会社などから販売されると、すぐに次の居住者が現れるなど、他の団地に比べた空き家も比較的少なくなっている。団地入居40周年を迎えた2010年の夏祭りでは、初の記念コンサートが開催され、坂田ミノルクインテットによるジャズ演奏と水前寺清子のコンサートが、それぞれに公演を行われた。また入居40周年記念の記念誌が完成し、 団地内の全戸に配布予定である。少子高齢化による家庭構成員の減少などがあり、団地内の総人口も約4、8000人ほどに落ち込んでいる。子供の転居や家族の死別などによるお年寄りの一人暮らしも多い。また、町田駅周辺の発展の影響もあり、団地商店街は空きが目立つようになっている。ただ、昔と今で変わらないこととして、 多くの子供たちが公園で遊んでいたり、近所同士の交流がよく見られる。商店街を除く、全棟5階建てで、倉庫数は、賃貸2227個、分譲1199個。1.3外区は賃貸で 2DK と 3DK があり、前述の通り様々なデザインの建物、間取りが存在する。3DK で、一般的なタイプの棟と2外区は、 基本的に同じ建物構造、部屋構成だが、台所が約6畳で賃貸棟より広くなっており、また風呂とトイレの間に洗面室があるため、海岸側から見ると小窓が一粒多くなる。分譲棟、賃貸棟ともに近年リニューアルされた物件の多くは、台所と隣り合う6畳の部屋をリビングに改装している。分譲棟では一部増築された棟があり、 ベランダ側に2部屋分を追加した形となっている。この増築に関しては2階区前、胸が対象であったが、増築が不要である過程も多かったほか、全居住者の合意が必要だったため、実際には一部の胸のみが実施された。これに際し、一部で住居の交換も行われている。住所近隣の鶴川団地や小山田桜台団地とは異なり、 富士の大団地では一2二外区が所在する、本町田並びに三外区の所在する、か内町においては長らく地盤整理や住居表示は実施されず、居住する棟や部屋によって地盤が複雑に入り混じっていたほか、住所や地盤の表記も長くなってしまっていた。そのため、公的な場合以外では、住所の表記を略すことが多かった。例えば、住所の正式な表記が、 東京都町田市本町田百三十三番地の5藤の大団地に外区七75棟二百六号室の場合、地盤を完全に省略し、東京都町田市藤の大団地にの七十の206としてきた。そうしたことから、市では以前から計画していた家内町の住居表示実施に合わせて、藤の大団地の全外区も含めて2020年7月25日に、 住居表示を行うことになり、一外区は、富士の第一丁目に、二外区は、富士の第二丁目に、三外区は、富士の第三丁目に、住所変更され、全外区が、住居表示実施区域となった。一外区、二外区、三外区その他後年、一外区の団地外収路に沿って、小建ての住宅が開発されているが、これらは、富士の大団地とは、無関係である。また、 東京都住宅供給公社の藤の大団地建設が予定されており、一部が更地の状態で存在していたが、こちらも近年の計画変更に伴い小建て住宅が建設された。団地より、鶴川方面に下った、家内小学校入口停留場付近の大発東京、販売と2つの貯水池、藤の大団地交番があるが、ここまでが藤の大団地内となる。 ただし、前述の住居表示実施に際しては、大発東京販売以外、富士の台には編入されず、金井一丁目交差点南東側の貯水地と交番は、金井が丘一丁目となった。鶴川街道上に架かる、金井歩道橋富士の台段千バス停富士の台段千バス停と商店街、富士の台ショッピングセンター、神奈川中央交通が運行する。主に、 町田営業所が担当。ただし、これ3系統のみ、多摩営業所が担当。かつては、ロータリー内に4番乗り場が存在し、町42系統が発着していたが、2016年5月30日のダイヤ改正による路線廃止とともに撤去された。また、町50、町54系統は以前まで、町田駅発着だったが、2017年3月21日の、 ダイヤ改正で、町田バスセンター発着に変更され、町41系統と同一経路を走行するようになったことから、町田駅の便は2番乗り場から1番乗り場に発着が変更された。富士の大団地停留所を経由する系統のみ、記載町田市立博物館1966年、日本住宅公団によって本町田地域の大規模団地開発が発表され、町田市は、 その計画地域の遺跡発掘調査に着手した。調査は立正大学考古学研究室が中心となり、1967年7月から1968年4月まで行われ、この時発掘された13の地点は本町大石群と呼ばれる。これらは主に縄文時代早期中期に属し、多くが富士の大団地敷地内に含まれるが、 このうち A 地点は本町大石公園として整備、保存された。同遺跡群 B 地点にあたる日向山斜面では団地入居開始当初、縄文土器の大小破片が地面に露出した様子が見られ、その採集を目的に公園付近を散策する住民によって石器が見つかることもあった。団地に隣接する町田市立博物館では、 住民から持ち込まれた出土品の鑑定に応じた。アナウンサーの葛西晋介が居住していた。葛西は薬師中学校の生徒会長であった。また、葛西の母親は本町田東小学校の校歌を作詞している。俳優の小林年次が過去に居住していた。小林はこの団地に相当な思い入れがあり、転居して長年経つにもかかわらず時々来るまで。 訪れると話している。花丸マーケットにゲスト出演した時に、プライベート写真を紹介するコーナーのためにわざわざ、富士の台を訪れ、団地の建物や、日向山公園を撮影し、出演時に紹介し、説明をしていた。ありがとうございます。